はい、いよいよタイソンを倒した男がですね、今日も出てくれます、はい、ジェームスバスターダグラス対ルーサバリースの一戦をご覧いただきますけれども、まあ、一旦はですね5年と8ヶ月ぐらいのですねブランクを作ってたんですが、カムバックして現在6連勝ということなんです。あの芸能界なんかですね、よくあるじゃないですか、こう出産が終わったからカムバックとかですね、離婚してしまったからカムバックとかありますが、このプロボクシング界もですね、意外とあるんですよね。そうですね、病気ですとかいろいろありますよね。ありますね。でもそういったものを見ると、私たちも勇気づけられるような面もありますよね。一面ありますけどね。はいはい、ジョーさん、大体動機としてはどういう動機が一般的なんですか？大体大別すると3つぐらいあるんですね。まず第一にですね、貧血病ですよ。というのは現役時代と同じように浪費癖が改まらない、使っちゃうんですね。それで一方、莫大なファイトマネーは入らないんですから、当然お金がなくなると、またお金が欲しいということで昔の名前でカムバックする、はい、ライト級の名チャンピオンだったベニー・レナードとか、まあ、名チャンピオン、ミドルウェルター級チャンピオンだったシュガー・レイ・ロビンソンとかですね、はい、まあ、現在のロベルト・デュランももう入ってくる使う、入ってくる使うって、そういうことで結局戦い続けてる、そういう面もありますね、はい、そして若い連中のその戦う姿見てると自分でもやれるような気持ちになって、それで前戻ってくる、アルゲルもそうですし、ダニー・ロペス、カルロス・パロミノ、そういうものですね。ところがそのもっとその志が高くて、もう一度その世界チャンピオンになりたいと、それで観客にですね拍手されるあのエクスタシー、陶酔感を味わいたいと、そういうその単にボクシングするだけなしに世界タイトルまで取ると、そういうところまでその希望を持ってそれでカムバックしてくる人たちもいますよね。はい、元世界チャンピオンの浜田さんはカムバック考えませんでした？はい、いや、まあ私はこれまでだと思った時にはもうなかったですけどね。あ、そうですか、はい、もうスパッとそこで、まあ、ですからそういった面では日本人の場合は一回発表してしまうと完全に切れるという形ありますよね。ありますね。まあ、外人は何回も引退発表して戻ってはきますけど、そういった面ではやっぱ国民性ですかね。そうかもしれませんね。はい、まあ、何にしましてもですね、あのタイソンを倒したジェームス・バスター・ダグラスが帰ってきまして、現在6戦勝中、まあ、その元々 そのダグラスがドーンと出ていったのがやっぱり90年のですね、タイソンを倒した東京ドームでの試合ですが、浜さん、もう随分9年ほど前、もっと前ですね。そうですね、なるんですね。目の前でマイク・タイソン倒れましたからね、まあ大番狂わせと言ってよかったんじゃないですかね。ということになりますね。はい、ジョーさん、まだまだあれじゃないですか、記憶にしっかりと残ってるじゃないですか。まあ、タイソンがダウンさせたシーンもそのまだ記憶に残ってますね。ところがそこでノックアウトしきれなくてですね、やはりダグラスに仕留められたと、あれは本当に番狂わせだったですね。まあ、だけど王座の期間というのはね、かなり短かったんですよね。短期政権でしたね。すぐさま初防衛戦でね、ホリフィールドにやられましたからね。そのやられた後というのは結構病気をしたり、随分ひどい状況になったらしいですね。一時はその危篤状態に陥ったりしたこともあったんですね。ところがですね、そのカムバックしてきてですね、その動機たるやですね、その自分にはやり残した仕事があると、それはそのホリフィールドへ報復することだと、接続することだと、まあ、あの試合はですね、自分にとって非常に不本意な試合だったと、その屈辱感があるからそのカムバックしてきたんだって本人は言ってるんですね。なるほどね。ということなんですが、そのじゃあカムバックした試合ですね、96年6月にカムバック果たしたんですが、復帰第一戦ダイジェストでご覧いただきたいと思います。どうぞ。前歩いてる眼鏡かけてるトレーナーがジョン・ラッセルなんですね。はい、まあ、90年2月東京でバンクロラスを起こした時からこのトレーナーとはずっとコンビ組んでるんですね。相手はアメリカのトニーラ・ローサです。まあ、これからご覧いただくんですけど、浜田さん、はい、いい出来でカムバックしてきちゃうんですよね。そうですね、まあ、これだけ5年何ヶ月もあって、まあ、試合の間、そして体が動くかと思ったんですけど、スピードありましたね。はい、1ラウンドご覧いただきましょう。まあ、格的には当然ながら下の相手を選んだということなんですが、それにしてもなかなかさすが元統一チャンピオンというそういった戦いぶりを見せてくれました。まあ、カムバック戦なんですけど、昔のそのジャブのスピードがありましたよね。やっぱり前世紀のダグラスというのは、浜田さん、はい、いいジャブがまずありましたからね。そうですね。そして長い立ち続けの打つ右ストレートですね。さあ、続いて3ラウンド。
このあたりも非常にいい攻撃を見せます。まあ、この出来見るとまあ仕上げてきたじゃないかという感じはしましたね。だからやはりいい左のジャブ持つっていうのはそのボクサーとしては武器ですよね。まあ、3ラウンド終了で TKO 勝ちをされました。You know all the heavyweights are watching tonight. What do you have to say to them? Well, I'm coming, baby. I'm getting ready. I'm working hard. Here I come. Train is rolling. So get off the tracks. All right, buddy. Well, you look great. Down in weight. And James Buster Douglas back in style. はい、ということで。それでは両者のプロフィール改めて紹介してください。はい、それではご紹介します。経歴や戦績です。まず元統一世界ヘビー級チャンピオンです、ジェームス・バスター・ダグラス。ホームタウンはアメリカ・オハイオ州コロンバス。年齢は38歳です。81年にプロデビュー、87年トニー・タッカーとクーイの IBF 世界ヘビー級タイトルを争いますが10回 TKO 負け。そして90年の2月東京ドームでマイク・タイソンに歴史的番狂わせの10回 KO 勝ちで統一世界ヘビー級タイトルを獲得、一躍世界の頂点に立ちました。その8ヶ月後イベンダー・ホリフィールドに3回 KO を負けし統一タイトルを失っています。それから実に6年8ヶ月のブランクを経て96年トニー・ラ・ローサに3回 TKO 勝ちしリングに戻ってきました。復帰後は6連勝。今日は IBA のタイトルがかかる一戦、どんな試合を見せてくれるんでしょうか。成績は43戦36勝5敗1引き分け、36勝のうち23の KO 勝ちがあります。そしてこちらは元全米ヘビー級チャンピオンです、ルース・ハバリース。ホームタウンはアメリカ・テキサス州ヒューストン。年齢は32歳です。89年ジェームス・スミスに4回 TKO 勝ちでプロデビュー。その後対戦相手に恵まれずなかなか評価されませんでしたが、96年あのバスター・マシス・ジュニアに7回 KO 勝ちし全米ヘビー級タイトルを獲得しています。そして昨年 WBU ヘビー級チャンピオンジョージ・フォアマンと対戦しまして2対1の判定でこれは敗れております。しかしこの時の善戦が認められまして今回のチャンスを手に入れました。戦績は39戦37勝2敗37勝のうち31の KO 勝ちがあります。はい、ベテランダグラスと白人パンチャーサバリースの激突です。はい、あの今プロフィールの中で6年と8ヶ月で紹介してましたけど、これ90年10月から96年6月ですから5年と8ヶ月ですね。そうでしたね、失礼しました。はい、失礼いたしました。という、まあ、両者のプロフィールなんですけれども、さあ浜田さん、どの辺が見どころになりそうですか。はい、まあ、このサバリースも背が高くて手が長いわけですよね。ですからまずはジャブの打ち合いでダグラスが勝たんといかんでしょうね。はい、そして、続く右ストレートを出せればノックアウトあると思いますね。あの最近はですね、しかしあの最近6連勝ながらもう一番最後の試合から1年ほどブランク空いてるんですけど、これはどう見ますか。あのその1年間どうやって過ごしたかが大事だと思うんですね。なるほど。練習しなかったらもちろん良くないし、練習してれば1年ぐらいはどうってね、どうってことないと思います。あ、そうですか。はい、小泉さん、このですねタイトル、一応タイトルがあるんですけど IBA のヘビー級王座決定戦なんです。はい、これは IBA というのはどういうタイトルなんですか。まあ、一応インターナショナルボクシングアソシエーションですね、あの国際ボクシング協会っていう団体なんですけど、はい、マイナー団体もろもろあるんですけど、その中の一つですね IBO、IBC、はい、そして IBA、この辺はですね、だから本当は世界タイトルじゃないんですよね。まあ、権威というものがないんで、その、まあ、試合があればですね、それに、まあ、肩書きつけるためのそういう、団体なんですけどね、一応そこの、まあ、ヘビー級王座決定戦ということですね。はい、まあ、この場合あの浜田さん、はい、あのタイトルはあんまり関係ないと言ってもいいでしょうね。まあ、注目するのはダグラスなんですけど、勝って弾みをつけて、世界に名乗りできるかどうかの試合だと思いますよ。はいはい、なるほど。ということで早速ご覧いただきたいと思います。はい、はい、IBA 世界ヘビー級王座決定戦です。この試合6月25日ですね、アメリカコネチカット州マシャンタケットフォックスウッズカジノで行われました一戦です。どうぞ。ファックスウッズリゾートカジノTop Rank Incorporated in association with TVKO and Budweiser, the undisputed, undefeated King of Beers, this Bud's for You presents
the top-ranked main event of the evening, 12 rounds for the vacant IBA Heavyweight Championship of the World. Ring officials assigned by the International Boxing Association, in attendance, the President Cy Young Great Dean Chance, and also World Ratings Chairman, the Honorable Norm Longton. Your judges at ringside are from Brick, New Jersey, Tommy Kazmarek, from Muncie, Indiana, Gary Merritt, and from Southgate, Michigan, Frank Garza. Your referee for this event, from Windsor, Connecticut, the sensational Steve Smoger. Thank you, Martin. Introducing now the principals first, in the red corner to my right, wearing the silver trunks, black trim, he weighs in at 234 and a half pounds with a professional record of 36 victories, 2 defeats, 30 wins coming by way of knockout. He hails from Greenwood Lake, New York, introducing Lou Savarese. Savarese. 現在32歳です。ルー・サバリース。His opponent in the blue corner, wearing the gold trunks, weighing 242 pounds with a professional record of 36 victories, 5 defeats, 1 draw, and 23 wins coming by way of knockout. He hails from Columbus, Ohio, the former undisputed heavyweight champion of the world, James Buster. 元統一世界ヘビー級チャンピオンです。ジェームス・バスター・ダグラス、タイソンを倒した男です。IBA ヘビー級王座決定戦です。いや、浜さん、ちょっと髪の毛が伸びていまして、なんか印象が違いますね。あ、そうですね。まあ、ダグラスらしさがちょっと消えましたね。いつも反り上げているんですけれども、ジェームス・バスター・ダグラス、ちょっとイメージチェンジです。1ラウンドノックアウトというのは5度あります。ジェームス・バスター・ダグラス、こちらがルー・サバリースです。最近24試合のうち20、失礼いたしました、ノックアウト形は31KO あります。ただですね、まあ、フォアマンに負けた後デビットイゾーンにですね、まあ、KO 負けしたんですね、はい、でサバリースのその評価がちょっと落ちてるんですよね。だから予想ではダグラス有利と出てます。はい、さあ試合が始まりました。ダグラスはおよそ1年ぶりの試合になります。一方のサバリースは2ヶ月のインターバルです。この試合がプロ40戦目のルー・サバリース、左を出しました。ボディを打っていきます。あ、ジャブから今のアッパーもいいですよ、バスター・マス・ジュニアに勝ちまして全米のタイトルを手に入れたこともありますルー・サバリース。体は大きいですね。そうですね、196センチあります。ガードを叩きます。ジェームス・バスター・ダグラス、ゴールドのトランプ。242パウンドですか、110キロのジェームス・バスター・ダグラス、大きいな、テンプルにヒットしました。状態でもらってしまいました。思わず尻餅をついています。ジェームス・バスター・ダグラス、どうでしょうね、ダメージは。あー、その動きちょっと見てみたいんですけど、ちょっとさっきの一発目は強烈でしたね、はい、見事に右がヒットしています。おっと、かすりました。今見てみるとダメージありますよ。あー、ボディブロー、右のクロスです。この試合はなお3ノックダウンルールは取っておりません。フリーノックダウンルールです。左がヒットしました。カッパシラです。ちょっとやっぱり動きが止まったようですね。効いてますね、これは距離を置く必要があります。ジェームス・バスター・ダグラス、さあ詰めていきました。サバリース、あのジョージ・フォーマンにも勝ったことがあります。サバリース、いや、ジョージ・フォーマンに惜敗したんですね、2対1で。失礼しました、
負けたんですよね。前線はしたんですけどね、はい、12ラウンド判定負けを喫しています。おお、抜いた。これは強烈ですね。またマットに這いつくばりました。立ち上がりましたが、打ち下ろすオーバーハンドライトですね。続行です。さあラッシュします。左から右、右のクロスが右ダウンです。これはもうダメかもしれません。ダメージ深いですね。カウントしてますね。ああこれで試合終了です。立ち上がることはできませんでした。その前にレフェリーが止めています。タコスター男サイキー、これが7戦目だったんですが7連勝はなりませんでした。ルーサバリース、あーこれはもう喜びのあまり、これ泣いてるんですか。嬉し泣きですね。あかなりプレッシャーがあったんでしょう。IBA のこのヘビー級のチャンピオンになっています王座決定戦。いやしかしバスターダグラス順調に再起の道、また再び頂点に立とうという道を歩んできたんですが、ここで挫折か。この負けは連勝中のこの負けは大きいですね。はいですね。さあこれは最初のパンチですね。最初のダウンですね。ですね。アワさん、今テンプルと言っていいでしょうね。そうですね。上からこれ2回目、これでもう決まりましたね。1回目のダウンはなんとかなるかなと思いましたけど、2回目のダウンでもう決まりましたね。この状態だったらもうどんなパンチ当たっても倒れますよ。はい。バスターダグラスの左のシャープなリードブロージャブは見ることができませんでした。歓喜の表情です。ルーサバリース。タイム2 minutes 34 seconds of the first round。 1ラウンド2分34秒ですね。 TKO です。 IBA heavyweight champion of the world ルーサ、これがこの IBA のベルトであります新チャンピオンルー・サバリース。当然ながらダグラスはがっかりした表情でありました。落胆しています。